コンドルは1939年のアメリカ合衆国のドラマ映画。ハワード・ホークスのオリジナルストーリー、プレーン・フロム・バー・アンカをホークス自ら監督して映画化した航空映画である。出演はケイリー・グラントとジーン・アーサーなど。ニューヨークのショーガあル、ボニー・リーは南米での巡業を終えてパナマへ帰る途中、エクアドルの港町バランカに立ち寄る。 そこで彼女は地元で郵便運搬を行っている小さな航空会社のパイロットたちと知り合う。ボニーは彼らの命がけの仕事ぶりに驚くとともに彼らを指揮しているジェフに強く惹かれる。そして乗るはずだった船を見送り、次の船が来るまでの一週間、そこに泊まることにする。翌日、新しく雇われたパイロットバット・マクファーソンがやってくる。 しかしマクファーソンが同乗した機関士を見捨てて見殺しにしたことのある悪名高きキルガロンだと知るとパイロットたちは猛烈に反発する。しかもその見殺しにされた機関士はベテランパイロットキッドの弟でキッドはキルガロンを激しく憎んでいた。そしてキルガロンが連れてきた妻はジェフのかつての恋人ジュディだった。 それでもジェフは、キルガロンをパイロットとして残す。キットは、パイロットとしての腕前が衰えていたが、ボニーがジェフを負傷させたため現役を続ける。キルガロンとも仕事をするが、蒸気は途中で事故を起こした。キットが脱出を主張したのに対し、キルガロンは着陸を強行し、機体は大破した。キルガロンの本性を知ったキットは、息を引き取る寸前キルガロンを許すと述べる。 ボニーは、ジェフの愛を確認し、街に泊まった。第12回アカデミー賞において、撮影賞、特殊効果賞の2部門にノミネートされた。ありがとうございます。